科学者の 90% は全部アシュケナージユダヤ人ですよ。このままほっといたらヒトラーが核兵器を持ちやろうって言ってドイツから亡命してきた連中がアメリカでものすごい予算を得て核兵器を作った。そして核兵器ができた頃には広島とちゃうドイツは敗北してましたから、広島と長崎に原爆を投下したわけです。アシュケナージユダヤ人。次、戦後、戦争が終わったのは1945年、昭和20年って言って8月15日、そして1948年5月14日ここにイスラエル建国、偽ユダヤ国家イスラエルが建国される。今言ってるように原爆を作ったアシュケナージのユダヤ人の技術はイスラエル建国アシュケナージユダヤ人たちに当然行ったわけです。だからイスラエルはアメリカヨーロッパの援助というよりもイルミナティの膨大な援助の中で数限りない核兵器を持ったわけです。僕はちょうどその頃イスラエルに行ってましたが、イスラエルの高官にイスラエルは核兵器を持ってるんですかと僕は聞いた。それと高官は僕に言った、キャラメル工場を作ってんだって言ったんですね。キャラメル工場、砂漠の工場でなんでキャラメル工場を作るんですかと僕は聞いたことがある。ものすごい数の核兵器です。第四次中東戦争は50年前、どんだけイスラエルは核兵器を持ってますか。ドローンだけじゃないです、核兵器ですよ。日本でそれを報道しない、5カ国アメリカヨーロッパフランスいろいろ核兵器を持ったらダメだ、北朝鮮がどうのこうの、世界の政治においても誰も非難しない。そしてあなたの頭になってる。この世の中は結局見えざる力で動いてるなってことが分かるね。話は元へ戻す。そのことを聞いたときに、ゴルダメイヤーが戦争始まったことを聞いたときに、核兵器を F4 ファントムに詰めって言ったんです。ほんで核兵器を積んでエンジンかけてブラーなって、どこへ落とすか。エジプトのカイロへ、エジプトのカイロへ。で飛行機が飛ぼうとした時にイスラエルが有利な状況になりましたという状況がゴルダメイヤーに届いたんです。そこでやめろって言ったんですよ。ギリギリですよ。広島長崎で終わりか、違う、カイロが、エジプトのカイロが第3番目の核被爆国になる予定だったんですね。でやめろって言ってそこで止まった。これが第4次中東戦争や。えのくで今月号やったと思いますが、えのくどっか行っちゃったんですが、また後で読んでください。昨日出たんです、1月号、来年の1月号ね。でその中で僕は書いたんですが、それからしばらくした時の、これ戦争は1973年、80年代になった時にイスラエルの首相はベギンでした。ものすごい個性の強い人でしたね、ベギン。で僕はベギンに会わなくてはならないと思ったんです。この本に詳しく書いた。なんで会う国に入ったら、ここですよ、旧約聖書です。造物主の言葉、旧約聖書の造物主の言葉、今から2850年前イザヤ書、そこでイスラエルがエジプトと手を結ぶならば、もっぺんイスラエルがエジプトと手を結ぶならば、エジプトがイスラエルを裏切る。それは瓦が地面に落ちてきてバラバラに割れるように徹底的に破壊される。2850年前の旧約聖書に書いてあるんです。で僕はもちろん日本でそれを読んでて、はあはあ、これは偉いことやな。で僕は名もなく貧しく美しくやね、こんな人間が北京首相に手紙を書いて、あなたに言いたいことがあります言って、そんなもんアホかって思うよね。手紙なんか読んでくれることもないわね。だけど書いたんです、英語で。ほんで返事が来ないけれども、僕の心がもうとにかく揺れに揺れてるから、ベギン首相に会いに行こうと思ってイスラエル行ったんです。ほんで官邸の前におって、僕と友人たちや秘書たちがみんな一緒におりましたね。ほんだら向こうはもう機関銃を持った連中がぐわーっと首相官邸固めてるわけです。当時
世界において一番暗殺に狙われている男は間違いなくベギンだから、ベギンと手を結んで握手したサダトが、皆さん覚えていらっしゃるようにエジプトで暗殺された、そのような時期のちょっと前で、僕はベギンに手紙を書いて、返事はなかったけども会いに来たんだって言って、そのセキュリティの連中に言った。ほんならセキュリティの連中は待っとけって言ったので、ほんで中入っていって10分ぐらい待ってましたね。ほんなら出てきたんです。お前みたいな名もなく貧しく美しいやつはダメだと言われるのはダメだと思ったんです。入れって言われたんです。僕はびっくりしました。ほんで首相官邸の中に入っていったら、もう神官としてますやんね、え、世界の中心の政治の歯車の場所でしょ。でそこ入っていったら、ベギンの、まあ、友人というか秘書官のカディシャイという人が廊下で迎えてくれたんです。これはもうベギンとほとんど同じ年齢でしたね。そしてバルト海三国からベギンと一緒にずっと世界をさまよい、そしてイスラエルに来て、ベギンが後に首相になったわけです。そのベギンを支えたのがカディシャイなんです。で僕はカディシャイの前に立って、手紙にベギンに書いたんだけども、イザヤの言葉を私は伝えに来たって言ったんです。日本人がどうして旧約聖書を知ってるのかという感じだったんですよ。まあ入れって言われた。ほんで書館の席に入って、その隣の部屋がカディシャイ、じゃあごめん、ベギンの首相、ベギン の部屋ですよ。で彼はどの部分だって言うから、はい、イザヤです、しかも30章です。本来秘書官のカディシャイは自分の秘書官に持ってこいって言ったんです。ほんだら分厚い旧約聖書のヘブライ語のやつを持ってきて、彼はバーッと開いて、イザヤ30章だな、はいそうです。ほんで彼はそれを見つけて、とうとうとヘブライ語でイザヤの30章を読んだんですよ。ものすごい大きな声で、隣ベギンの部屋ですよ。ほんでそれでどうだと彼が僕に言うから、そこにあるじゃありませんか、エジプトとイスラエルが協定を結ぶとエジプトが裏切ると書いてあるじゃありませんか、結局イスラエルが滅びるきっかけはエジプトと平和条約を結んだことじゃないですかって僕言った。そこに書いてあるって言ったんです。僕の考えじゃない、日本人の考えじゃない、彼らが重んじる旧約聖書です。それから以後僕はイスラエル何回も行って、カディシャイの家にも行って非常に親しかったんです。彼は僕が聖書を受け入れてる日本人だと分かったね。だからそのたんびに僕に会いました。国会議事堂にも連れてくれました。イスラエルの大統領に会いたいって言ったらすぐに紹介状を書いてくれました。しかし僕に対しての攻撃がまたユダヤの中から起きるわけやね。ユダヤが分かると世界が見えてくる、ユダヤが分かると日本が見えてくるって、その2冊の本、僕はその時代日本においてものすごいその本が売れたんです。売れたって嫌な言葉やけど、もう大変だったんですよ。だけど残念なるかな、さっきからアシュケナージ、偽ユダヤ人のことを言い、本当のユダヤ人、正当ユダヤ人、貼ってくださるでしょうかね、誰か貼ってくださいませんかね。真ん中の目、この正当ユダヤ人って言ってるのはご存じの通り聖書で言ってるユダヤ人なんです。血統の正しいユダヤ人、具体的に言うと YAP マイナス遺伝子、もっぺん言う YAP マイナス遺伝子、これを一番たくさん持っているユダヤ人が日本人なんです。日本人口1億2500万、4000万人が、あるいは5000万人が正統ユダヤ人です。血統的に聖書でいうユダヤ人なんですね。それは日本における最大の秘密